次に松崎新議員に質問を許します。松崎新議員。私は社会民主党市民連合の一員として先に通告した項目で質問をいたします。本市のまちづくりについての私の問題意識は、歳入の縮小が見込まれる中で限られた財源で住民福祉サービスが継続できるのかということです。住民に対してお金がないからできませんとの立場は取りたくありません。何が必要で何が必要でないのか、行う事業は何なのか、そして何ができて何ができないのか、そうした組織を生かしながら選択と集中で本市が将来にわたり自治体運営を行うことができるのかということであります。そうした中で北会津村と川東町との合併以降の本市の町づくりをどのように行っていくのかについてです。これまでの継続事業、新市計画で示された事業、合併特例事業とリーマンショック以降の経済対策事業、そして 3.11 以降の復興支援事業が計画され行われています。さらに学校、本庁舎など公共施設が老朽化し、道路橋梁、公共下水道などの更新の時期が来ています。人口が減少し、どのような年齢階層の住民がどの地域に住むのか、その住民がどのようなサービスが必要で、拠点となる施設は公の施設、民間の施設のどれがどのようなサービスが必要で、それが担うべきなのか、その裏付けとなる本市の財政は現在も将来に向けても健全であり続けるのか、課題が残ります。住民福祉サービスは税収の右肩上がりで事業拡大され続けてきました。さらに国の新たな法律や改正による計画、例えば介護保険、障害者自立支援法により、サービスが充実してきました。それに伴い、歳出が増えてきています。また、住民福祉サービスが所管部下で自己完結できない事例が増えてきています。例えば、本市の子どもプラン、食育、健康づくり、高齢者の問題、地域活力再生に向けた取り組みなどです。国を挙げての経済刺激対策と復興支援策とその計画、一つ一つは大変良い事業です。問題はその財源です。国と地方の借入金は1000兆円を超えようとしています。つまり、将来の子ども、孫の世代まで払うであろう借入金に頼り、事業を行っているということです。本市の人口は減少し、市の財政を支える税金は前年度から約5億円の減少、その要因はさまざまありますが、大型企業の縮小、農業、観光業等の不振、団塊の世代の大量退職、若者が正規職員として定着できる産業が減少し、雇用が派遣等の非正規雇用となっていることなどが挙げられます。本市の財政状況は、財政健全化の方針を堅持し、記載は償還額以下に抑え努力しています。このことは財政健全化に向けて大変良いことでもありますが、一方では公共施設の老朽化に対し更新を遅らせることにもなり、高年度負担に対応できるのかということでもあります。本市の人口減少と地域別年齢階層別の現状把握、世帯構成状況により異なる課題、そして各地域の世帯構成と財政を考えたまちづくり、そこで歳入の変化と行政サービスのあり方、政策と施策、そして事務事業を全体の最適化を見て行うことになります。当然ながら財源が縮小することが確実ですから、歳出削減を行いながら住民福祉サービスの事業を行うことになります。
重要なのは、今までの延長線で政策を続けるのか、新たな発想に基づき、市民と行政、双方の発想の転換を行い、政策の仕組み作りをするのか、早急に方向性を出すことだと考えます。そこでお尋ねいたします。自治体法務の目的は、自治体政策の実現を図るものとされています。現在、新たな政策づくりは、企画政策部を中心に、それぞれ関係する部、課で行われています。新たな発想で政策の仕組みづくりを行うとすれば、これからの自治体は自己決定、自己責任の中で、総合的、中長期的、広域的な視点に立った運営を行うことが求められています。執行者としてどのように認識しているのか、見解を伺います。市長の施政方針、平成24年度当初予算の総務委員会質疑の中で、自治基本条例と公共施設白書について、執行者側の見解が出されました。自治基本条例は、所管課の検討から住民を交えた研究・検討の段階に入り、公共施設白書については、必要性を認識し、今年度作成することが明らかとなり、作成以降のマネジメントについての課題が明らかになりました。自治基本条例、公共施設白書、合併特例事業、財政規律の堅持、産業の育成等、重要課題の研究・検討が進められています。こうした検討結果を道具にして、市民、市議会、行政が政策、立案、提言のさらなる向上を目指し、実行していくためには、今までのように企画政策部が政策を作り、関係所管部、課と連携して行っている現状から変えて、あらゆる分野の問題が複雑化、多様化する中で、本市の行政課題を体系的、対抗的に調査研究し、政策立案と将来に向けた本市の創造に力を発揮するためには、まちづくりの政策を総合的に検討する新たな組織体制が必要であると私は認識しています。見解をお聞かせください。市長は、感動、共同、創造のまちづくりを行うことを表明しています。平成24年度の施政方針の中で、昨年8月の就任後、ふるさと会津の確かな未来を切り開くべく、感動、共同による全員参加のふるさと会津の再生と、活力に満ちた新生会津若松市づくりを目標に、地域経済の活性化と若者の雇用の場の創出、子育て支援と教育の充実、生きがいと安心の持てる地域づくり、市役所改革と全員参加によるまちづくり、災害に備え、災害に強く、再生可能エネルギーの先進地域づくりを目標実現のための5つの柱として、市政の運営に当たってまいりました。そして共同参画分野における主な取り組みについて、感動と共同による全員参加のまちづくりを実践し、個性を生かした地域社会づくりを行うためには、地域コミュニティの活性化が不可欠でありますとしています。伺います。住民福祉サービスが国の法律、計画の整備、改正で、自治体はそれぞれに沿った改正等を行っています。そうした中で、まちづくりの基本政策をどのように進めるのかが課題となっています。市全体で行うべきもの、地域で行うべきものがあります。長期総合計画では、10の地域別で将来像を示していますが、理念的なものであり、整理する時期に来ていると考えます。あらゆる分野の問題が複雑化、多様化している中で、こうした地域課題を総合的に解決するためには、対処療法でなく、原因療法に着眼した取り組みが求められています。感動、共同、創造のまちづくりは、全員参加のまちづくりで、地域コミュニティの活性化が不可欠としていますが、どのように地域自治を進めていくのか、見解をお答えください。会津若松市地域防災計画についてですが、平成24年1月、地域活力の再生に向けた取り組みを公表しました。その中で、本市はこうした国、県の動きと歩調を合わせ、東日本大震災で得たさまざまな教訓を生かした安全で安心なまちづくりを進めるとともに、市民をはじめ、本市に避難されている方々の原子力発電所事故に伴う不安、憂いの払拭と安定した生活基盤の確立に向けた取り組みを進めるため、平成23年度の行政評価の施策から、かかる事務事業を抽出、整理し、地域活力の再生に向けた取り組みとして取りまとめを行い、
市民の安全安心のための取り組みの中で、防災のための取り組みと災害への備え、災害時の拠点となる公共施設の安全性の確保、災害時の情報提供と情報の保護を行うこととしています。この実現のためには、本市の現状把握が重要です。今の防災計画は、3.11 災害では対抗的にはよくても、個別具体的になると不十分でありました。例えば、門田町、黒岩地区の住民は、液状化の被害により、城南コミュニティセンターに避難しましたが、防災計画では避難場所に指定されていないこと、指定管理者による運営であることなどで当初混乱しました。さらに避難者の受け入れで市の施設と県の施設である高等学校施設での運営で混乱が生じました。ボランティアの受け入れ、運営、物資保管と供給について、避難場所における市の運営体制と引き継ぎ、京都府職員2名が1週間交代で24時間常駐していただいた教訓、避難所での炊き出し運営における会津総合体育館での門田地区区長会を主体とした各種団体町内会の体制づくり、フライ体育館で日赤女子保育士団と川東体育館での川東地区の取り組み、それぞれの避難所での運営についての評価、消防団員、常備消防、医療機関、食料保管のためのさまざまな関係者と団体、ガソリン、灯油、重油確保と医療、介護等の緊急車両等への給油方法等、さまざまなことについての把握が必要と考えます。3.11 以降の教訓から、本市防災計画について、避難者、市民、事業者、職員等から、どのような問題発見、課題設定、問題分析、そして総括をしてきたのか、その概要をお聞かせください。防災計画の見直しについてですが、地域活力の再生に向けた取り組みの方針と、3.11 以降の総括を踏まえた防災計画の見直しのためには、基本方針と災害予防計画、災害応急対策計画、災害復旧計画にどのように反映させるのか、その大綱を伺います。防災計画は各部、各課に広がり、それを調整し、整理することになります。統一的な方向性を示し、さまざまな災害対応の仮説を立て、マニュアル等に反映させるべきと考えますが、見解をお答えください。危機管理対応について伺います。さまざまな自治体で危機管理指針を策定しています。その理由として、地震、台風などの自然災害等、教育や施設等における時間や感染症等の緊急事態、武力攻撃事態等に備えて、市民の生命、身体及び財産の安全を確保することを基本として、こうした危機への対策を総合的に策定したとしています。そこで伺います。本市は危機管理対応指針についての認識と、創設する考えがあるのかないのか伺い、壇上からの質問を終わります。市長、はい、松崎新議員のご質問にお答えします。はじめに自治体運営への認識についてであります。本市の自治体運営につきましては、総合的中長期的な視点で長期総合計画を基本に取り組んでまいりました。さらには行政評価や中期的な財政見通しにより、長期総合計画に位置づけた施策の適切な推進を図ってきたところであります。特に行政評価においては、長期総合計画に示す成果指標などを踏まえ、目標達成に向けて行政自らが政策の質の向上を図る手法として取り組んでいるところであり、今後の取り組みなどその結果についてもすべて公表し、市民の皆様への説明責任と市政への理解促進に努めてきているところであります。このようなマネジメントサイクルをしっかり行い、社会情勢や法の変更などを踏まえた対応、また地域の特性や多様性を生かし、市民サービスの向上に向け、
課題をしっかりと受け止めながら、まちづくりを進めていく必要があるものと認識をしております。まちづくりの、まちづくり政策の総合的な検討組織体制についてであります。本市におけるまちづくりの政策の立案につきましては、主に企画政策部の調整のもと、町内各部によりその遂行を担っている現状にあります。今後とも多様化、複雑化する市民ニーズを的確に把握するとともに、さまざまな情報を一元的に収集、保有し、それらを迅速にまちづくり政策へ反映させていくことは大変重要であると考えており、そのためには既存組織の機能強化を図っていくべきか、新たな組織体制を構築していくべきかなどについて、十分な研究が必要であると考えております。次に、地域自治の進め方についてであります。私は、さまざまな地域課題の解決のためには、市民一人一人が主体的に自らの地域を考えていく必要があり、自らの地域づくりについて議論を重ねていくことが重要であると考えております。そうしたことから、例えば地域において長期にわたり懸案とされている事案などについて、情報の共有を図りながら、解決策や手法などを協議する場を設けていくことや、市民と行政との共同に関する基本的なルール作りを通して、地域自治の取り組みを進めてまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、主幹者よりお答えを申し上げます。市民部長。お答えをいたします。地域防災計画についてであります。まず、防災の取り組みと災害への備えの総括についてであります。防災計画の見直しにあたりましては、東日本大震災後に、避難者、市民、事業者、市職員のほか、避難所の運営に携わった地域の区長や民生児童院、関係機関である会津若松市社会福祉協議会、さらには災害時応援協定を締結している事業者などの方々から聞き取りを行ったところであります。また、あわせて国の防災対策推進検討会議の中間報告や、市の災害対策本部会議録などを参考に総括を進めているところであります。その中で、住民避難を速やかに行うための情報伝達手段の課題、計画の実効性についての課題、避難所の運営方法についての課題、女性や要援護者の視点に立った計画づくりへの課題等が明らかになってきたところであります。さらには、それらの課題について、国の中間報告で示された方針や緊急性の有無、さらには実施に要する予算額や関係機関との調整の必要性を踏まえ、防災計画における位置づけについて検討をしているところであります。今後は課題の分析を進め、現段階での防災対策の取り組み状況について総括を行い、対応の方向性を検討してまいりたいと考えております。次に、総括を踏まえた防災計画見直しへの反映についてであります。防災計画の見直しにつきましては、現在総括が終了していない中ではありますが、実効性のある計画、災害初動機能対応、住民避難の最優先の3つの視点を基本に、本市の地域特性を踏まえた見直しを並行して進めているところであります。また、施策の方向性につきましては、さまざまなマニュアルの作成など、実効性のある防災計画の策定、公共施設等への避難所機能の追加など、施設設備の推進、施設整備の推進、災害時緊急連絡網などの災害情報ネットワークの構築、さらには災害時の対応の中心となる地域コミュニティ支援の4つの取り組みを、予防時、応急対策時、復旧計画時における優先順位を見極めながら反映させてまいりたいと考えております。次に、防災計画の統一的な方向性とさまざまな災害対応についてであります。防災体制を進めるためには、あらゆる状況に共通する核となる防災計画と
実効性を高めるための各種運用マニュアル、さらにはさまざまな災害事例をもとに行動を確認するシミュレーションが相互に必要なものと考えており、この3つをそれぞれに進め、相互に修正を加えていくことで、より良い計画を策定し、庁内において統一的な確認が持てるような対応を図ってまいります。総務部長。お答えいたします。危機管理対応についてであります。危機には地震や風水害、インフルエンザといったものから情報漏洩や不当要求行為等さまざまな事象がありますが、その必要とされる対策は危機の事象によって大きく異なることから、危機の種別に応じて地域防災計画や新型インフルエンザ対策マニュアル、情報セキュリティポリシー、さらには不当要求行為等対策要領など個別に対応策を講じ、非常時に備えているところであります。危機に対する共通の考え方や一般的な対応方針を定めた指針の策定につきましては、他団体の事例等も踏まえ、その必要性について今後十分な研究が必要であると考えております。以上でございます。松崎新議員。それでは、まちづくりについての在り方について再質問いたします。今回の本州のまちづくりについては、運営の面、そして組織のこと、そして地域の仕組み作りということで、質問をさせていただきました。その中で、まず分かりやすくいけば、地域の仕組み作りの中で、地域という区分ですね、やってるようでやってないんですよね。行政区域は20区域ありますよね。そして介護保険の地域包括支援センターは7区域ですよね。そして町内会になると、これまたすごい数ですよね。そうして、長期総合計画の中には、10の方向性を示しているだけなんですよね、理念的なもの。まずここの定義づけをしていかないと、地域でさまざまなまちづくりをしていくんだって言っても、これはだめですよね、はっきりしない。そして、その区分に基づいて、じゃあ、今ある組織の中でどのようなまちづくりを地域に委ねるのか、そして本市全体で中央でやるのは何なのか、ここを整理しないといけませんよね。それを行うためには、男女でもさまざま言いましたが、大変な複雑した状況の中で、専門的に調査研究しないといけないんではないかというのが、多くの自治体の首長が言ってるんですね。これが自治体経営だという視点から、その経営視点を研究機関に委ねる、そうではなくて、自らの部署に置く、これが私が言った新たな組織ということなんですよね。つまりですね、市長がこれからですね、地域の仕組みを作りたいと言っても、前に進めないんですよ。ここの整理から始める、他のところかもしれません。そしてそこに、今の会津若松市の人口は地域にそれぞれどういう階層の方がいらっしゃるんですか、高齢者って見方ありますよね。ところが、こういう見方も、会津若松市以外に仕事をしていたと、定年退職をして地域に戻られる方がいらっしゃいます。高校卒業、大学を卒業すると就職してしまう、そうするとおのずと今までの歴史、文化、さまざまなことに、まちづくりをどういうふうにしていくのかというのは、地域ごとに違ってきます。そうすると、その地域に最低限必要な何かという仮説を立てるしかないと思うんですね。そうすると、小学校、中学校、商店が必要なのか、病院はどうなのかということを作りながら行う、そうなってくると、地域から中央に来るためには、どういう手段で来るのか。自家用車なのか、自転車なのか、バイクなのか、公共交通機関なのか、そういったこと、全体的に自らが考えるのか、研究機関に委ねるのか、そのためには私は新たな組織が必要ではないかというふうに思いますが、再度伺いたいというふうに思います。続いて、市の防災計画についてです。3.11 以降、さまざまな方から、お話を聞いてやっているということは評価したいと思います。
これ一回限りではなくてですね、これからもやはり現状を把握をするためにはやっていく必要があると思うんです。例えばですね、こういうことですよ。具体的な事例は現場にあるんですよね。職員の方は総合体育館の中の窓口はいましたよね。そして毎日毎日変わりました。そして日々の仕事もやってたわけですよ。そうすると実際役所というのは避難所に100人がいたら同じような100個がないと配れないんです。平等性ということで。ところが自治会に委ねれば数さえ合えばあとは自治会の下で物々交換ができるんです。そうするとその避難所の物資が履けるんですね。さらにですね、避難してきた方1日目2日目3日目欲しいのは何ですか。おにぎりで飲み物。ところがだんだん衛生的な面に行きますよね。歯ブラシが欲しい、タオルが欲しい。1週間後に何が欲しいのか、こういうことなんです。それは経験された方が一番あります。そして社会福祉協議会にボランティアを委ねましたよね。大混乱しましたよね。その効果どう生かすかですよ。そうしたときにたまたま学校高校の旧体育館が空いてたんです。だったら今度はあれ使えなかったとしたらどうするのかと。それを地域ごとに置くのか本部に置くのかということですね。あとは行政からすれば避難所は大きなところがいいんですよ。体育館とか。ところが利用者避難者の声を聞くとプライバシーがないから教室と区切ってみたいただいた方がいい。この整理をどういうふうに図って具体的なマニュアル化で作るかです。計画の中ではそんな細かいことできなくていいと思います。マニュアルの中で仮説を立てて行っていく。そして重要なのはやっぱり個人は一人ですよね。そして家族、向こう三軒両隣、そして町内会っていうでしょ。そうすると町内会っていうのは10世帯の町内会から700世帯までの町内会あるわけですよ。それがですね、この計画の中では婦人消防隊の自主防災組織の育成強化の中の括弧1の中に町内会の自主防衛組織っていうことがあるんですよ。町内会含めさまざまな10世帯しかないとできますか。そういったことをどういうふうに作っていくのかということなんです。再度伺いたいというふうに思います。市長、まちづくり政策運営等について、再度のお正しございました、答弁の中では十分言い尽くしてないということもございますけれども、議員ご提案の対症療法じゃなくて原因療法にしっかり立ち返るべきだ。それから地域でできることと全体でできること、それも十分、今ご指摘をいただいたものだと思います。私が申し上げてた市民との共同という部分はその全体をカバーするものでは実はないのかもしれません。議員ご提案のまちづくり政策の中で全体をカバーするものではないかもしれませんけれども、やはり地域の自らのことは役所に頼るだけでなく地域自らが汗をかくという部分がこういう時代必要なのかなと思っておりましたので、市民との共同ということも申し上げましたけれども、改めて全体のご提案をいただいたというふうに思っておりますので、今回、新組織といいますか、その今までの課題をですね、調査・研究する新たな視点、新たな組織が必要だというご提案だというふうに受け止めまして、これはさらに進めさせていただきたいなと思っております。言うまでもなく少子高齢化の中で税金が集まらない、町が小さくなる、そういうときに自治体をどう経営していくかということがまさに求められているわけでありまして、もう一度立ち返りますが、そういう意味でやはりこれからの町づくりの政策の立案の仕方、考え方について、有意なご提案をいただいたというふうに思っております。あとそこから先、ちょっと試験で申し上げますと、市全体で行うもののイメージというのは若干ありまして、やはり国とか県に関わるもの、または広域的に関わるものは、やっぱり市が当然関わるべきであるべし、末端は各部署に関わりますので、今までのような企画調整が受けてというやり方もあるかもしれません。しかし、議員がご指摘のとおり、地域で行うものというものに関して、もうちょっとしっかりとした精査をしながらですね、
住民の方に受けていただく、そして地域で汗をかいてもいいという方がいらっしゃる時代だと思います。ご指摘のように定年退職をしてきた優位な人材が会津にもいらっしゃる可能性もありますし、そういう方たちとの市民との共同ということもあると思います。また NPO の方々たちの力も借りれるかもしれません。改めてその辺はその仕組み作りをですね、しっかりやらせていただくのと、まずは市民との共同という下からの積み上げの部分もぜひ、ちょうど1年、私8月7日で1年になりますので、市民との共同の目安や指針の作成も進めていきたいということもございましたので、合わせて進めていくということでご理解を賜りたいと思います。市民部長。防災計画をどのように作っていくんだというお尋ねでございます。今回の大震災では外部からの大勢の避難者の方を一度に受け入れをするという、本市がこれまで経験したことのないような事態に直面をいたしました。そして多くの課題と問題にも直面したのもまた事実でございます。そうした点に鑑みますと、さまざまな今回得た教訓を踏まえながら、この度の事態にさまざまな立場や場面で関わった方々の、実体験に基づくご意見を伺うことは、そしてそれを計画に生かしていくことは、今後の防災対策と対応を考える上で極めて有意義であろうと、有効であろうというふうに考えておりまして、まさにそれが総括なんだろうというふうに思っております。今般の私どもの計画の見直しにおきましては、これまでのように本編の計画そのものを策定するのではなくて、実際に使える計画にしたいという思いから、それに伴う行動マニュアル、さらに具体的な場面を想定したシミュレーションという三部立てでもって作ってまいりたいという思いでおります。多分大変な作業になりますが、そういったものをきっちり作っていくことで、いざこの災害が起きたときに有効な手立てが講じられていく、そして貴重な市民の財産や生命を守ることにつながっていくというふうに思ってございますので、そういった観点での計画作りに邁進をしてまいりたいというふうに考えてございます。松崎新議員。防災計画の具体的な行動マニュアルやシミュレーションの関係で言いますと、やっぱり今の地域の中の文化をいかに生かすのかということを私は実感しました。門前 の避難所に行ったときに、一番最初、これで作ってくれって持ってきたのが玉ねぎと小麦粉と油でした。しかも包丁3つ、まな板は3つ、どうやって作るのかなと見てましたら、今でも門前地域、他の地域もあるんですが、お葬式のまかないがあります。そうすると任しとけという感じで揚げ物を一手に引き受ける方、そしておつゆを作る方、本当にすごくやっていくんですね。やっぱ地域の力をどう私たちはこう組織に行くのかということだと思うんですね。それは役所の方があんまり分からない。ところが公民館の館長や職員の方は分かるんです。そういったことをどう生かすかなんですよね。今回はそれが生かされたと思います。たまたま当時の南公民館の館長が今企画副参事ですから、そういうノウハウを生かしながらやっぱりどうしていくのか、これは他の地域でもあったんですよね。そうです。事例に基づいてやはり作っていかないとなかなかできないというふうに思いますから、ぜひですね、そういったことも、考えていただいて、より良いものを作っていただきたいというふうに思います。答弁はよろしいですね。